ですよ。結局使い切りだから保存できないじゃないですか。もったいないなっていう気もしてて。トマトはだってこれ 2.5 キロつけたのかな。全部つけても問題ない。ぶちけました。ごめんなさい。なに、おっちゃん頑張るよ。うちはそのペアの子がもうすぐ1歳ぐらいになるのかな。まあ、そういう子たちに問題も体重300じゃないですか。こっちにしかし、うん、その子たちはもう700とか800とかそれぐらいかな。下手したら1キロあるのかな。まあ、1キロだったら0.3とか。ラビアン話して。プラスと普通のフどっちがいいんだろう。プラスとプラスはね、いや、ちょっとわかんないですね。今やっぱりそんでいいかな。わかりました。プラスはまだ運動できるんですけど、ね、200とかも運動成分が大丈夫かどうかちょっとわかんないんでしょうね。プラスがない方がいいです。わかりました。先生で、だからまあプラスでつけてね、一般状態見て大丈夫だったらプラスも大丈夫だってことあるわけですね。やっぱ猫ちゃんが大丈夫なわけで、大丈夫なのはすごい疲れる。もしまた荷がついてるんだったら、その子にプラスがあるわけです。猫って見たことない。猫ってさ、最初はこんな小さいのを聞くとこんなぐらいの子さ、あ、じゃあもう見たらもうパッて分かるでしょ。ついたらこれがこのお茶になっちゃうから。なんか普通の飲みとかみたいにわーって全身動くわけではない。そうだそうだ、分かりました。ミヤちゃんを、あ、そうだ、ミヤちゃん朝やってました。歯磨き、ほんと悪いの、体調不安ちゃん、体調悪いの、潜ってるね。あ、これ私のです。あ、ごめんなさい、失礼しました。ごめんなさい、すみません。黒黒です。わかりづらい。ありがとうございます。じゃあ、まあ、あの、そういうことで、はい、お願いします。はい、じゃあ、写真と、一回じゃ止めていいよ。